いい？これから魔族の方々がこの部屋に来るけれど、ベリエス、お前はそこに控えておいで。私がいいと言うまで決して喋ってはいけないよ。はい。夜分に失礼いたします、サラレギー陛下。本当にずいぶん夜遅くによくいらっしゃいました。すみません、少し執務が立て込みまして。ああ、仕事の処理能力が低い国主を持つと進化は大変だね。いえ、そういうわけでは決して。我らが魔王はとても優秀な方ですから。そう？ユーリ本人は自分は出来が悪くてみんなに迷惑をかけてるってちゃんと自覚があるみたいだけど。あるじの謙遜の言葉をよもや額面通りに受け取られるとは。サラレギー陛下は随分と素直でいらっしゃる。そうだね、私は人を疑うことを知らない純粋な人間だから。え？フォンボルテール卿、時々とっても不愉快な反応をするよね、あなたの弟って。申し訳ございません、根が正直な男で。あなたと違ってウェラー卿は政治に向かないたちのようだね。その方が良いと思っています。すみません、ただの剣術バカの軍人で。バカなんだ。いや、そこを強調しなくても。まあそうだね、新魔国としてはウェラー卿はちょっとバカくらいがちょうどいいんでしょ。ねえフォンボルテール卿、十貴族でもない弟に政治的手腕を発揮されたりしたらあなたも厄介なんじゃない？なぜそのようなことを？なぜ？そんな風に不審そうに切り返される方が不思議だよ。だって普通に考えたら誰だってそう思うんじゃないの？どういう意味でしょう？シマロン旧王家にゆかりの深いウェラーの姓を名乗っている男が魔族で、しかも前魔王の息子っていう出来すぎた不自然さだよ。はあ、聡明な小シマロン王ならばあらゆる情報をお手元に置かれているとは思いますが、どうかご心配なく。ウェラー卿は魔王に忠誠を誓い魔族として生きることをすでに選択しております。その通りです。それに十貴族でもない俺に新魔国の政治に口を出す権限はありませんし、する気もありません。それに大シマロンの事情などもとより預かり知らぬことです。望めば手に入れられるかもしれない地位をあえて放棄すると？魔王陛下をお守りすることができるならそれ以外の地位など無用です。王になることを望まないの？望むも望まないも俺も父親もそんなご大層な肩書きとは無縁ですよ。ウェーラー姓はシマロンではさほど珍しいものじゃありません。それこそ俺の父親なんて単なる旅好きの風来坊で。こんなとフラッと国を出てはしょっちゅう行方をくらますダメ男なんです。それはお前だろう。あ、サラレギー陛下、今さら何を詮索されるおつもりでしょう？別に詮索というより牽制かな。あとは純粋に興味があっただけだよ。異なる種族の間に生まれた者が何を根拠に己の生き方を決めるのか、その真理に。真理ですか？そう。例えばねえウェラー卿。はい。あなたの場合はどうなんだろう。魔王の息子であることは魔族においては大きな利点だよね。それはどうでしょう。魔族は基本的に王位を血族継承しないので、母の地位が俺に影響するかどうかは正直。ああ、でも言われてみれば母方の王子には必要以上に目の敵にされましたっけ。王子？シュピッツベーグ地方の領主です。先民意識が強く器の小さい強欲な小心者です。ああ、フォン・シュピッツベーグ卿シュトッフェルだったかな。あなたも随分と嫌ってるようだ。弟をいじめられて怒っているの？いや、
国政に携わる者が愚策を弄するのが我慢ならないだけのことです。随分と容赦がない。ウェラー卿に関してのみ申し上げれば、母親が誰であるかということよりも、父親が人間だというその一点で普通の魔族よりも不利だったと思います。魔力を持っていないから。え、人間との間に生まれた魔族は魔力を持たないのでしょ。だから価値がないと。サララギー陛下、せっかく強大な力を持つ女王の息子に生まれたのに、その能力を受け継ぐことができないものは国の役に立たないということでしょう。落ち着いてください。確かに俺は魔力を操る従者としては役立たずだけれど、存在まで否定されるほど無価値とは思わないですよ。本当に？私は納得いかない。ウェラー卿、あなたはなぜ人間ではなく魔族として生きることを選んだの？なぜと問われると難しいですね。あえて言うなら、さっきもお話しした通り、俺は新魔国で育ったし、思いつきで俺を連れ回して放浪する父は、旅が終わると母の待つ血明城に戻った。だからです。だから魔族が自然だった。魔力がなくても？俺にとって魔力の有無はあまり重要ではないんです。最初からないものだから、ないということに不便さを感じない。それよりも怖いのは時の流れですよ。人間として生きるには俺の寿命は長すぎる。魔族の寿命は人間の約5倍。魔力次第でもっと伸びることもありますね。想像できますか？周囲の人々が老いていく中、自分だけが変わらないんです。魔族を恐れる人間たちはそれだけで俺を排除しようとするでしょう。なるほどね。そんな扱いを受けるくらいなら、たとえ魔力がなくても魔族たちと共にこの国にいる方がマシというわけ。いいえ、排除するという点では新魔国も同じようなものです。グエン、ご存知の通り我が国では長い間人間に対する差別意識が非常に高かった。ウェラー卿をはじめとする魔族と人間との間に生まれた者たちは、時にその差別的な感情のもと理不尽な扱いを受けることも多かったのです。ま、人間側も魔族を毛嫌いしていますから、どっこいどっこいですけどね。対立する勢力への敵眼心と同胞への理不尽な差別感情は違う、恥ずべきことだ。ユーリ陛下が即位されて、やっとそれを理解する者が増えた。新魔国派同盟だったね、ユーリが提唱したという組織は。理想論から始まった同盟ですが、貿易外交の現場ではとても有効な働きをしています。先の宗主の暴走の時にも想像以上の機動力を発揮しました。魔族と人間の架け橋になると俺は信じています。そう、我が国と国交を結ぶ際はこの同盟に入っていただくことになるかと。え？それは私に言っているの？そのために今夜お伺いしたつもりです。知らなかった。あなた方は小島論を新魔国派同盟に組み込みたいんだね。現状として新魔国外交は同盟を通して行われていると、そう申したまでです。もちろん小島論の加盟によって今後の外交関係にも大きな発展が期待できると考えていますが。それならわざわざこんなところへ来なくても、明日ユーリの目の前で私に問えばいいことでしょ。それとも何かユーリに聞かれては都合の悪いことでも？いいえ。ではどういうつもり？私の手の内なんてもうとっくに晒しているのに、今さら何を詮索するというのかな。詮索というより牽制です、サラリギー陛下。あなたと同じですよ。私の誠意を疑うの？疑うわけではないが、一筋縄ではいかない方だとそう思ってはいます。あなたは手の内を見せたとおっしゃるが、腹の内はまだ見えない。ひどいことを言う。
執務の合間に城下町からシロとチャトラとミケの子猫三兄弟を連れ帰って部屋でこっそりヤギ乳を与えているような人物に比べたら私の方がよほど表裏がないと思うけれど。なぜそれを。グエン、また拾ってきちゃったんだ。それは、いや、今は子猫たんのことはどうでもよろしい。サラレギ陛下、あなたの情報網はご立派です。以前より陛下の高い政治的手腕は弟や配下の者たちからよく聞き及んでおりますが、捨て猫の件は私が直接目撃したんだけど、朝もやに紛れて街灯に子猫をくるんで城の中へ入ってきてたでしょう。あれはチャトラの子の顔立ちが一番可愛らしかった。まだ日も昇りきらぬ黒煙だったかと思うのですが、よくそこまで観察されましたね。私、目はとてもいいんだ。暗闇でもよく見える。赤外線スコープ付きか。いずれにせよ、小島論王、あなたの存在は我々にとって脅威です。大島論のランジールなどよりはるかに厄介だ。正直だね。ええ、あなたとはできうる限り敵対したくない。安心して、私はユーリが大好きなんだ。ユーリの治める国が不利益を被るようなことなどするつもりはないよ。そうであればどんなにいいか。しかしあなたはいざとなれば剣棒術数を振るうことをためらわない、そういう男だ。それはいざとなればね。自分の国を守るためだもの。あなただってそういう選択をするでしょ、フォンボルテール卿。私ならばそうですな。だが我が王は違う。どこまでも公平で努力家だ。実直すぎて、そう、困ったことに腹芸が得意ではないので、我々臣下がお守りしなければと思っているのです。とてもよくわかるよ。私も素直な性格だから腹芸は苦手なんだ。え、ねえ、フォンボルテール卿、本当に不愉快な反応をするよね、あなたの弟って。ええ、何分正直者なので。うん、まあいい。私はね、ユーリとは末永く共にありたいと思っている。これは本当。お互いの立場なんて関係なく、ただ純粋に同世代の友人としてとても大事なんだ。友人ですか。そうだよ。彼が魔王でさえなければすぐにでも小島論へ招待して、そのまま鎖につないで檻に閉じ込めて飼ってしまいたいくらい大事だ。は？それは友人に対する扱いとはかなり違うんじゃ。冗談だよ。冗談には聞こえないのだが。聞こえないな。でもね、この新魔国に滞在している間ずっと考えてはいたよ。何をです？ユーリと一生一緒にいる方法。それで思い出したんだ、あなたたちの弟のこと。ボルフラムが何か。ユーリの婚約者なんでしょ。その肩書きだけで彼、ユーリに対する態度が随分と上から目線だよね。全てにおいて我が物顔だし。それは肩書きとは関係ないかと。すいません、うちの弟もともとわがままプーなんで。それで思いついたんだ、小島論にも同性婚の制度を導入したらいいんじゃないかって。は？なぜそんな話に。だってそうすれば私も有利の伴侶になる可能性が出てくるじゃないか。ん？何か今音が。ああ、気にしなくていいよ。伴侶と友人は別物じゃないですかね。そう？あなた方の弟君を見ている限りでは似たようなものだと思ったけれど。まあ確かに。グエン、そこで納得しない。失礼ながら、サラレギ陛下、あなたのご両親の話を持ち出すまでもなく、一国の王たる者同士の婚姻は後々様々な問題を引き起こすと思いますが。やだウェラー卿、そんなに必死で反対しなくてもいいのに。こんなの冗談に決まってるでしょ。冗談ね。本当に冗談なのか。
少なくとも目は笑ってないな。ねえ、もういいだろうか。眠くなるとどんどん攻撃性が増してきてしまうんだ。私は攻撃性。あなた方の訪問の目的はなんとなく分かったよ。でも必要なことはユーリに直接話したいんだ。小島論の考えは明日の朝魔王の前でお話ししよう。わかりました。コンラド。はい。ではサラレギ陛下、本日は夜分遅くに失礼しました。お疲れ様。ではまた明朝。え？ああ、そういえばあなたの側近の姿が見えなかったが。ベリエス？ちゃんといるよ。え？どこですか？あっちの窓際の天幕の陰に控えている。ねえ、ベリエス。なんと。いたのか。さっき少しだけ音がしたが、ずっと気配がなかったから。私が静かにしていろって言ったの。私の許しが出るまで決して喋ってはいけないと。伏せ、待てって感じかな。犬のしつけか。言ったでしょ、大事な人はそのまま鎖につないで檻に閉じ込めて飼っておきたいって、なんてね。ああ、また固まってる。冗談だよ。やっぱりどうしても冗談には聞こえないのだが。聞こえないな。